おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も幻想乙女のおかしな隠れ家続きやっていきましょう。おお、すごいいい感じの BGM てかタイトル画面がやっぱりさ、いいよね。この BGM とこのイラストが、クロエのエレクエイエムの時もそうだったけどさ、すげえいいよね。まあ早速やっていきましょうかね。はい。でここがね、もう無音になっちゃうんですよ。あの妖精たちと出くわしたところなんですよね。でベル君が困惑していると。で私は早速妖精たちと遊びに出かけなければいけないんですよ、奥の部屋にね。さあレッツゴー。あ、ベル君不満そうな顔してるね。見つけた。え、誰でしょうね。あ、お、お、え、うん、机の上に上がり込んでったやつがいましたよ。ちょっとおげひんでは、お行儀よくないですわよ。机の上にこう乗るなんてよくないですわ。え、でこっちに来ても無音なんだね。とりあえず話しかけていくかい。君はアンジェ様、アンジェ様。ああ、アンジェ様しか言わんねえ。君はランランラン、優雅にダンスなのさ。うん。あ、これエリックくんでしょ。これ最初に話しかけてくれた人でしょ。違うっけ。名前覚えられないな。てか名前知らねえな。もう泣かないの。アンは泣き虫だな。うー、だって。もう全然わからん。全然キャラがわからん。あ、こいつは？ふっ。ああ、あれだ。無言だった人だ。で、この人だよね。さっき今、お行儀悪かった子。パート1で、血まみれで現れた子でしょ？違うかな？うん、特に、あと調べられそうなところもなさそうなので、じゃあちょっと血まみれだった子に話しかけるかい？こんにちは。アンジェ。え？声ついてた今。アンジェ。って言ってた。あんた、ごきげんよう。ご無沙汰しておりますわ、アンジェ。なんて読むの？危ない。シンシアじゃない？違うかな？何ですか？まさか、シンシア？やっぱシンシアで合ってるね。私のことを覚えていてくれたのですね。嬉しいわ。シンシア。なんでそんなもやがかかっているんだい？しかも半透明だし。ん？どうしたの、アンジェ？あ、ベル。ねえ、ベル。シンシアが。シンシア？そんな、どうしてシンシアが出てくるんだよ。なに？セリフ私飛ばしてないんですけど、あいつは死んだじゃないか。やっぱシンシアちゃん、幽霊疑惑出てたけど、死んでるのね。あら、ベルント、ご挨拶ね。相変わらず最低なやつ。ええ、確かに死んだわ。でもね、私、幽霊ですの。アンジェちゃんのさ、驚いた時の顔がめちゃめちゃ怖いのよ。めちゃめちゃ怖いのよ。なんか、目の下にクマがあるように見えるしさ、すげえ普通に恐怖画像なのよ。なんで、シンシアなんかが。アンジェとまた再会できて嬉しいわ。ねえ、アンジェ、もう話さなくってよ。チョコレートのような愛で、包んであげますわ。は？逃げ出さないと。話しかけてみる。なんで逃げ出さないといけないんだ？だって死んだのはシンシアちゃんの方でしょ？でも血まみれだったしな。一体何が原因で死んだんだろう、シンシアちゃんは。話しかけてみようか。シンシアはこの家から出る方法知ってる？この家から。ええ、知ってるわ、アンジェ。私はそのために来たんですもの。ねえ、アンジェ、聞いて。あなたはね、誰かの意志で閉じ込められているの。閉じ込められて。土曜日、アンジェ、あなたは土曜日までにここを出なくちゃいけないわ。出ないと、
大変なことになるもの。土曜日？どういうこと？ですからね、私のアンジェ、再会の印にこれをあげる。お、何こいつ。時計の中に住んでいる罪を背負ったかわいそうな灰色の小鳥。小鳥はパンくずを欲しがっているの。この缶がいっぱいになるくらいパンくずを集めてくれたなら、小鳥があなたをきっと助けてくれるわ。シンシアは協力してくれるの？ええ、もちろんよ。アンジェが解放されるために私もできるだけ協力するわ。大好きなアンジェ。ねえアンジェ、よかったらあなたについて行ってもいい？取り憑かれちゃう。うん、いいわよ。ありがとうシンシア。いいの？あれ、カラスがいる。ちょっと待って、あれベル君は？あー、ついてくる。ちょっと待って、ベル君、あのベル君？シンシア。私に喋りかけないでくださる？はあ、うん。じゃあシンシアちゃんのこともベル君は見えてるってこと？会話が成立してたかな。まあまあいいや。まあシンシアちゃんはついてくるということで。一体何が原因で死んだんだろうね、このシンシアちゃんは。なんか、ベルちゃんじゃない、間違えた。ベル君、ああ、もう、アンジェちゃん。あかん。アンジェちゃんのことがすぐパッと出てこない。ごめんね、アンジェちゃん。悪いと思ってるわ。アンジェちゃんのことがなんか愛しくて仕方ないみたいな口調だったよね。とりあえずちょっとカラスに話しかけるか。ここ公開屋だよ、公開屋だよ。話しかけてみようか。オイラの拾った掘り出し物を交換するよ。今日は森でパンくずをたくさん集めたんだ。かあ、パンくずはお菓子と交換できるよ。その他はオイラの大好きな光物をくれたら交換するよ。かあ、どうだい、交換するかい？交換しようか。なんて、何でも持てないじゃないか。ダメダメ、話はブーツを持ってきてからさ。いらそうか、お菓子、あ、そっか、ドーナツは食べちゃったのか。お菓子を持ってきたらこのカラスに、パンくずをもらって、なんだっけ、時計に話しかけてみたいな。あ、このキラキラに触れればいいのか。ん、え、あー、そうっぽいですな。なんだこれ、これは。好感度ベルント2、シンシア6、はてなはてなはてな0。好感度とかあんの、このゲーム。へえ。灰色の小鳥が悲しそうな目でこちらを見ている。カゴの中のパンくずはゼロ個になったようだ。うん。灰色の小鳥は悲しそうに目線を下げた。あの、帰りたいんですけど。え？帰りたいんですけど。どうしたら帰れるわけ？え？帰りたい。帰りたいんですけど。帰らして。あ、ここから帰れるのか。びっくりしたー。詰んだかと思ったわ。で、どうするんだ？いろいろあと、じゃあ話しかけていけばいいのか。あ、これは割れるんだね、やっぱり。じゃあ、アンジェ様の人。あー、関係ない。てか、左下になんかいるよね。左下の妖精めっちゃ目赤いけど。こいつ極悪そうだね、こいつ。話しかけられないわ。パーン。全部風船割ってこ。君は？おう！アンジェ、お願いがあるんだ。聞いてあげようか。はい。僕たちはこれからお茶会のパーティーをしようと思ってるんだけど、誰がどの席だったかうっかり忘れちゃったのさ。椅子にみんなの名前が書いてあるんだけど、僕たちは妖精だから文字が読めないのさ。だから助けてほしいんだ。アンジェ、ここでこの子のお願いを聞いて、お礼にお茶菓子をいただいたらどうかしら。パンくずを集められましたよ。もちろんお茶菓子あげるのさ。アンジェ手伝ってほしいのさ。お茶菓子、ごめん、リンゴジュース飲んでた。
仕方ないわね。あんた、エリックだったわよね。お茶菓子お願いね。ありがとう。ほう。他の子の名前がわかんない。この子がアンちゃんってことだけはわかった。アンちゃんね。この子は？はぁ、エリックは席順を忘れるし、マシューは協調性が足りないし、まとめ役って大変だなぁ。あ、まだちょっと連れてかない。マシューっていうのはこいつか、このフッっていう人でしょ？このフッっていう人が多分マッシュで、マシューか。で、この子がアンちゃん？君は？キャー！アンジュ様素敵です！やっぱり時代はアンジュ様ですね！君なんかちょっとオタクっぽいね。いいね。で、椅子の名前をチェックすればいいのか？え？ダレン。ダレンって書いてある。これは何？いや、アンジェ、妖精たちがお茶会をするんだったね。僕も今から楽しみだよ。ええ、そうなのよ。でもエリックったら、誰がどの席だったか忘れちゃったんだって。なんかめっちゃこの場に馴染んでない？いいの普通に話できちゃって。こういう者たちと。へーん。じゃあアンジェが案内してあげるのか。そういえばさっきエリックがそこの本に落書きしてたよ。これ？チュートリアル書いてあるやつ？美しいのは月曜日の子供。品のいいのは火曜日の子供。ベソを書くのは水曜日の子供。旅に出るのは木曜日の子供。惚れっぽいのは金曜日の子供。苦労するのは土曜日の子供。明るく、ん？可愛く明るく気立てがいいのはお休みの日に生まれた子供。ほう。時計のように。え？ベソを書く子が水曜日だっけ？で、おせっかいじゃなくてなんだっけ、苦労するのはこの土曜日で、あれ金曜日のこのなんかオタクっぽい子が金曜日、ん？ちょっと待って、全部椅子見ていこうか。エリック、じゃあここはエリックの席ね。で、アンちゃん、はい、ここがアンちゃん。で、マシュー、ここがマシュー。で、ここはオリビエ、ノア。で、ここが、ダレン。ね。6人いた？まあ、いいや。ふっ。君、マシューでしょ？ふん。マシューは、ここでしょ。これ、順番通りじゃなきゃいけないとかあんのかな？マシュー怖いの。あ、マシュー嫌い。え、でも、マシューくんの隣でしょ？うん、わかったの。どうもありがとう、アンジェ。あ？待って。エリックが最後の方がいいか。で、ちょっと待って、名前がわかんないなぁ。ちょっと待ってね。美しい子、うん、火曜日、レソを書くのは水曜日、旅に出るのは木曜日、惚れっぽいのは金曜日、苦労するのは土曜日、お休みの日に生まれた。時計のようにってことは、まあベソ書きが水曜日で起点になってる。ちょっと待って、もう一回。美しい、品のいいで、だから美しいっていうのが一番左の席につければいいわけでしょ。品がいい、ベソを書く、旅に出るのはこのマシューって子で、これっぽいのが金曜日の子、苦労するのは土曜日の子、明るく可愛く気立てがいいのお休みの日に生まれた子供。じゃあ惚れっぽいからここにこの子をここじゃない？オリビアで、ここにこの子じゃない？ノアちゃん。あれ？これ、え？最後ここって誰だ？ダレンって誰だ？ダレンってこいつじゃねえ？やっぱり違う？ん？あれ？他にいる？他に妖精いたか？妖精どこ？妖精いないよな。あれ？ん？エリックじゃあ最後に連れて行こうか。連れて行くよ。エリックはだってここでしょ？
うん。合ってる？あー、しっくりくる、しっくりくる感じがするのさ。これでやっとお茶会を始められるのさ。僕はずっと楽しみにしてたのさ。アンジェありがとうなのさ。はい、これ約束のお茶菓子スコーンなのさ。スコーンを3つ手に入れた。やったぜ。どうもありがとう。アンジェ、最初はめんどくさそうだったのに、なんだか嬉しそうなお顔ですわね。自分でも不思議なんだけど、なんだかこの子たちの嬉しそうな顔を見るととてもホッとするのよ。それは良かったわね。うん、お茶会の混乱をクリアした。よかった、合ってたのか。このなんで一番左の子は欠けてたんだろうな。誰んて誰だ。もうこんな時間なのね。なんだかちょっとお腹が空いたかも。アンジェ様、アンジェ様。アンジェ、食べ物を持ってきたんだ。これ貢ぎ物です。食べ物？この家に食べ物があったの？さっき見つけたんだ。アンジェ様に喜んでもらえると思って一生懸命作りましたです。え、これどっちと会話してんの一体。さ、これでパーティーを始めるのさ。ほう、パーティー、みんなでパーティーするってこと？チューズデイ。美味しいね、アンジェ。ええ、とっても美味しいわ。みんなで食べたら美味しい。みんな、それは。楽しい楽しい、パーティーなのさ。そろそろ別腹デザートタイム。今日のごちそう、火曜のごちそう、美味しいお菓子に変わるのは？美味しくごちそうされるのは？え？それはとっても品のいいあの子。え？いただきまーす。エリック？あれ？あ？洗礼を受けた火曜日。灰色の小鳥についてもっと知ることができたらよかったのだろうか。それとも、あの時の彼の言葉の意味を探っていればよかったのだろうか。アンジェ、どう？え？まあ、さて、そろそろ寝ましょうか。アンジェ、その前に、妖精からもらったお茶菓子をさっきのカラスのところで交換しましょう。オッケー。あのエリックさんどこに行ったでござりんす？いないわ。死んだ？てか食べちゃったよね。美味しいお菓子に変わっちゃってたよね。何、君たちはお菓子に変わる運命の妖精たちなんかい？アンジェ様、パーティー素敵でした。そうか。交換やだよ。あ、交換するかい？オッケー。かーかー、お菓子だね。交換しよう。じゃあスコーン3パンくずでいいんじゃない？で、あとは戻って戻って。かー、毎度あり。かー、スコーン3つだから3つだね。え、かーかー、また持ってきてね。ケチくさいわね。時計の中の小鳥さんがパンくずを欲しがっていますわ。うーん、わかった。ちょっと待って、セーブするわ一旦。なんかあれかな、分岐とかいろいろあるのかな。おー、結構セーブ数あるね。おー、いっぱいある。お、30まである。神ー。とりあえずじゃあ4にセーブして、エリックくん死んじゃったけど、はあ。え、どうしたの？あ、ううん、なんでもないんだ。ちょっと疲れちゃっただけ。みんないつも自由で騒がしいから、まとめるのが大変なんだよ。ああ、こんな時、大好きなワッフルがあれば頑張れるのにな。作ってあげる。それは大変ね。まあ、作ってあげれるんだったら作ってあげたいけど。本当？ありがとう。材料は向こうの棚にあるんだ。よろしくね。はあ。
あの子が言ってたのはここかしらね。材料探そう。卵だけが足りないようだ。卵なんてこの部屋にあるかしら。あー、あ、ちょっと待って、とりあえずちょっとパンくずをさ、私に行こうかね。はい。さあアンジェ、小鳥にパンくずを渡すのよ。渡す。あ、パンくずを与えた。やったぜ。お、埋まったね。なんかこういう風に埋まっていくんだ。なるほど。パンくずは3個。うん。じゃあ行こうか。で、卵をね、渡せばいいのか。卵これでしょ、鶏でしょ。あなたも喋れるんでしょ、鶏さん。かけとっくー。卵を産んでもらおう。鶏さん、卵が欲しいんだけど。食べ物くれたら卵を産むこけ。食べ物？ここにあるもので大丈夫かしら。生半可なものじゃ嫌だこけ。オイラは肉食なんでよろしく。え？もちろん生肉限定こけ。そうこけね。例えばもう一人の黒髪の人間とか、そこら辺にうじゃうじゃいる妖精どもとか、結局に殺して持ってきてくれこけ。はあ？まあ生肉限定なんでよろしくな。あ、マジ？そんな。ぴょぴょぴょぴぴーよ。はあ？鶏にヒヨコを食べさせる。さすがにやめる。ちょっと待って、待って。ヒナピヨが死んじゃうよ。マジで？マジで言ってる？ちょっと待って。でも妖精たち殺すわけにいかんしな。ヒナピヨパート2で死す。いや、さすがにないわね。無理よね。うん。え？ねえ、そんなに肉が好きなら、この子でも食べてみたら？コケだった！うましょうコケ！ありがとうコケ！え？何を言ってるの？早速食べるコケ！ちょっと待って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 、え？コケ、コケ、コケ、チーン。ひなぴよー、ありがとうコケ。お礼に今から卵を産むコケ。これから？コケ、コケケ。コケ。そんな電子音みたいな産み方しないだろう。うん。こうやって見ちゃうとなんだか微妙な気持ちになるわね。でも、うん。ありがとう。それじゃ、ワッフルを焼きましょう。できたわ。ワッフルを手に入れた。やったぜ。いや、やったけども。カレンダーは同じか。うん。一巻の終わり。いやー、まさか私が死ぬとは思わなかったな。あれ？この子か。ワッフルあげる。ありがとう。とっても美味しいよ。僕本当にワッフルが大好物なんだ。え、男の子だったの？僕っ子だった。それは良かったわ。ワッフル、私も食べたいわ。うん、大好物なんだ。だからね、あの時も最後に思ったのはワッフルが食べたいなってことだった。美味しいな、ワッフル。おいしい。やっと食べられた。あ？あの時も最後にワッフルが食べたいと思っていたって？つまり君はもう死んでいるということかい？妖精さん。ねえアンジェ、忘れないでね。僕ノアだよ。ワッフルが大好物なんだ。どういう意味？忘れない。どういう意味？アンジェ、僕信じてるよ。君ならきっとパンくずを集めてこの家から出られるってね。はい、これ。お礼っていうのもおかしいけど、僕もお腹いっぱいだから半分あげる。ワッフルを半分もらった。
ワッフルちょうだいをクリアした。なんかサブクエみたいな感じなんだね。うん。明日もパーティーやろうね。オッケー。おー。なんか意味深なことを言いやがったな、こいつ。うん。あ、喋んなくなったね、このティーカップさん。で、これは、まあ、あと時計のように、特に何もないか。ワッフル、これも交換できるのかい？ワッフルの半分。あ、1パンくずになったね。オッケー。じゃあ、これもじゃあ、ここの小鳥に食べさせればいいのかい？はい。あ、埋まったね。これ全部埋まったらどうなるんだろうか。あとどうしたらいいんだ？ベルント君に話しかけるか。ベルント君、あれ鍵の位置変わってね。はあ。あら、ベル、どうしたの？なんでもない。ちょっと疲れちゃってさ。ずっとこの家にいたのよね。食べ物そんなに変な場所にあったの？うん、まあ、ちょっとね。でも量はたくさんあるみたいだったから、心配しなくて大丈夫だよ。うん。私も全部調べたはずなんだけどな。そんな変な場所にあったってどこにあったんだろう、一体。で、特に何もすることがないような気がするけれども、クローゼットは立て付けが悪いから開かない。あと寝ればいいのかな。特にあとないもんね。ちょっと一通り探索してみますね。ねえアンジェ、知ってる？私が嫌いなもの。そうね、ネギでしょ、辛いものでしょ。それから私が大嫌いなのって、無神経で子供っぽくて弱々しく、そのくせしつこくてうるさくて黒髪の男よ。それ特定の一人を指してるわよね。もう本当にあの頃と変わってないのね。ベル君のことが嫌いなんだね。まあ特にあとすることもなさそうだったんで、じゃあ今日はこんくらいで終わりましょうかね。ご視聴ありがとうございました。ちょっとなんか、お菓子の部屋の具合が変な感じになってきましたが、そしてエリックくんももう一人ちょっといなくなってしまいましたが、まあ、あとどれくらい平和な日常が続くのでしょうかというところで、また次回お会いしましょう。おつぴよでーす。